セルゲイナ・ナカリャコフは、ロシアのニジニノブゴロド生まれのトランペット奏者、フリューゲルホルン奏者。現在はフランスに移住している。使用楽器は AR レゾナンス用奏よりピアノを学んでいたが、9歳の時、交通事故のためにピアノを断念。その後、父親の指導の下でトランペットを始める。10歳の時にオーケストラと初共演し、1991年。 ザルツブルク音楽祭でデビューを飾った。15歳でテルデックインターナショナルと専属契約を結び CD デビューする。現在日本では ABEX より CD が発売されている。デビュー当時、日本のメディアでは吹奏楽専門誌、バンドジャーナルがトランペットの貴公子として取り上げた。2002年10月13日、ナカリャコフはドイツのホノアカデミー主催のエコークラシック賞。 最優秀企画奏者部門に選ばれ、この受賞の模様は、ドイツのテレビ局、ZDF でも放映されている。2006年5月20日には、イングランドのニューカッスル・ゲイツ・ヘッドで開催された、BBC 主催の2006年若手、最優秀演奏家コンクールで審査団の一員も、務めている。新作の初演も、盛んに行っており、2009年11月ハンブルク、 国立還元楽団との共演によるクリスチャン・ヨスと作曲のトランペット競争曲ピエタ初演などがある。ヨルグ・ビットマンによってナカリャコフのために書かれたトランペット競争曲アド・アブサードムは2006年民編ンン室内還元楽団と初演後、各地のオーケストラと演奏。ナカリャコフの超絶技巧と循環呼吸を頭に置いて作曲された同作品は 2007年ビエロフラーベク式 BBC 公共楽団とのロンドンのバービカンホールでの演奏会においても大成功を収めている。日本での演奏としては1998年の NHK 庁の連続テレビ小説天ららのテーマ曲うららインザスカイを演奏。2005年には大河ドラマヨシの気候テーマの演奏が4月から3ヶ月間放送された。 また、2001年9月には、日本映画、大河の一滴に出演した一方で、テーマ曲も演奏、サウンドトラックが発売されている。ありがとうございます。